よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ,あ、じゃあ、おしゃれよ、ようこそ、おいでいただきました。それでは、皆さん、改めて自己紹介をお願いします。はい、こんばんは、ルセラピムのチェヨンです。<laughs> こんばんは。こんばんは、さくらです。<laughs> こんばんは、ユンチンです。 こんばんは、かずはです。こんばんは、ホンセです。ありがとうございます。皆さん、今日の衣装もとっても素敵ですね。何かテーマはあるんでしょうか。はい、今日は旅をテーマに衣装を準備してみました。皆さん、どうですか。かわいい。<laughs> ありがとうございます。うますもうね、手を振って、端から端まで。 手を振ってください。わあ、すごい嬉しい一生の思い出。素敵素敵。わあ。はい。だ<ー>もう間もなく準備が整いますね。はい、スタッフの皆さん <laughs> お疲れ様です。ありがとうございます。ここからはね旅。 데와니마이야기를타이나토오모 네. 멤버들의 여름 추억이데 토카 아리마이하 저는 최근에 촬영하면서 스태프분들이랑 멤버들이랑 같이 다 같이 앉아서 화채랑 수박을 다 같이 먹었었는데 이렇게 다 같이 모여서 먹으니까 더 맛있었던 기억이 있습니다. 私は最近撮影をしながらスタッフの皆さんそしてメンバーと一緒に座ってファチェとスイカを食べたんですけれどもみんなで一緒に食べたらより美味しかったそういった記憶がありますファチェというのは聞いたことがある気がするんですけども何でしょうかファチェは韓国のでディジョッティングでフルーツポンチはビスタだと考えい ファジェというのは韓国のデザートのようなものなんですけれども、フルーツポンチの似ているようなものだというふうに考えてください。ああ、すごいサマーフィーリングを感じられそうですね、はい。はい、他にも何か夏の思い出をお伺いできますでしょうか。数ズさん、どうでした、はい、私たちすごいビンスが好きなんですけど、夏になると一緒に食べる機会がすごい増えますね。 ああ、ビンスってあのかき氷のことですよね。<laughs> はい、夏はね。すごい食べたくなりますよね。はい、うん、うん、さあ、続いてが最後の質問になります。はい、夏といえばということで、夏の思い出の中でも特に印象的な思い出はありますでしょうか？これはさくらさんどうでしょう？はい そうですね私は幼少期鹿児島に住んでいたんですけどもその時おばあちゃんのお家の周りに川があったのでそこで泳いだりとか野菜や果物を冷やして食べたりしたのがすごく今となっていい思い出だなと思いますああすごい夏っぽい素敵ありがとうございます <laughs> それからウンチェさんも何かお話があると伺ってます 저는 어렸을 때 여름이 되면 가족들이랑 계곡에 가끔씩 놀러 갔었는데 물이 굉장히 차가워서 놀기 힘들긴 하지만 시원한 과일도 먹고 너무 좋은 추억이 있습니다. はい、私を幼い頃に夏になりますと家族と一緒に渓谷に遊びに行ったんですけれども、水は冷たいのでちょっと入るの大変なんですけれども、でも果物を食べたりとか食べたりですとかそういった素敵な思い出があります。 あーすごい水冷たそうですけども気持ちよさそうですね。はい、ありがとうございます